ということで今日は ISTP と ESTP の転職シリーズ、うん、STP の人 STP ですね。はい、はい、まずはじゃあ ISTP から。はい、実務家ですと、うんうんうん、そんな感じです。危険やスリルを求める人、うん、独立心旺盛な実務家とあります、うんうん、率直正直、見栄を張らず気取りがない、好奇心旺盛で観察眼が鋭いと、うん、技術を習得し機械や道具を扱いたい、メカに強い、一人で作業に没頭したい、うん、事実を重視し情報を知識として蓄える、静かで控えめですと、うん、ただまあこの静かで控えめだがアウトドアが好む、アウトドアを好むと、うん、運動が得意と、うん、で誰とでも平等に接し公平とありますね、うん、この実務家っていうことに対しては何の、はい、文句はありません。はい、はい、うん、いつも文句あるんですか。いや、いつもここで絡むなと思って、はい、このあーそんな食事をねえよみたいな。あ、そうそうそう、はい、はい、ただ実務家と言われて、うん、この ISTP さんが、うん、なんて言うんでしょう、そんな地味じゃねえと、うん、いう気持ちってないですか、ね、わかんないですけどね。もっと華々しく書いてくれよと、まあ、でもくすぐってほしいじゃないですか。 ISTP の人はそういうとこじゃないんでしょうね、うん、そういう人は ISTP じゃないんじゃないですか。なるほど、そうですね、そういうのが好きそうな感じがしますよね、はいはいはい、確かに、うん、ではこの ISTP さんの仕事面での、まず長所と短所で、長所から。 ISTP さんの長所、内容が定められた任務をきちんとこなし具体的な製品を扱う能力がある、うん、鋭い観察眼、事実や情報を忘れない素晴らしい記憶力と、データを整理し系統を立ててまとめ事実を理解できる、一人で仕事ができる、あるいは尊敬する人と一緒に仕事ができる。これはどういう意味だ、一人で仕事ができる、あるいは尊敬する人と一緒に仕事ができる、うん、あ、だから尊敬できない人、無能な人とは仕事できないみたいなことじゃないですか。これ長所の、まあ、ごめんなさい、ちょっとこれ、はい、英訳が何かあったのかもしれない。まあそうかもしれない、はい、危機に直面したりプレッシャーがかかったりしても、うん、冷静沈着でいられると、うんうん、仕事をやり遂げるために必要なもの、しなければならないことが分かる、うん、手や道具を器用に使って働くのが得意、うん、突然の変化にもうまく対応し素早く手段を変えることができる、うん、実践的で良識がある、利用できる資源や方策を見極めそれを活用できる、柔軟性がありリスクを恐れず新たな方法を積極的に試すことができる、うん、なるほど。なんかこの S, S で T、うん、で前の時にやった、はい、ESTJ の紹介だと、うん、その変化が嫌いって言ってたんですね、うん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 、めんどくせえと、うん、ただこの ST が一緒でもこの新たな方法っていうのは、うん、この僕 S の部分が強い人は変化はいらんっていう人だと思ったんですけど、うんうんうん、この ISTP は違うんですね、うん、状況に合わせるみたいなところじゃないですか。あ、 SP なので。なるほど、うん、臨機応変だよと、うんうん、別に古いのも否定しない、否定しない、波に乗るみたいな感じじゃないですか、今来てる波に乗るみたいな、それが全てみたいな感じですね、うん、この人は。で俺を一人にしてくれ、うん、なるほど、うん、という、方のでは短所、はい、ISTP の短所、うん、活動を起こした後の長期的な結果を推測するのが苦手、うん、まあ、波に乗る人ですもんね、うん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 、次どんな波が来るかは分からない、波に聞いてくれですよね、はい、波が来ないと分からんやないかですよね。そうそう、はい、言葉を使ったコミュニケーションに関心が薄い、
特に表面上の会話が苦手。前もって準備を整えるのを嫌がる、うん、予定通りの時間内で物事を進めるのが苦手。抽象的で複雑な理論には我慢がならない。不愛想になりがち。他人の感情に対する思いやりに欠ける、うん、飽きやすい。向こう水なことをしがち。今現在は存在しない可能性を想像するのが増えて、うん、管理上の細々とした手続きや作業が苦手。同じことを繰り返し行うことを嫌う。決断を下すのが難しい時がある、うん、独立心旺盛で過剰なルールや膠着した官僚主義を嫌う、うん、長期的な目標を立てたくない。締め切りを守るのが苦手、うん、とありますね。実務家というところなので、うん、この締め切りとか、うん、この管理上の細々とした手続きっていうのは、うん、やれる人だと思ってたんですけどね、うんうんうん、まあ、実務家っていうとやれそうな気はしますよ、はい、この辺の矛盾はちょっと気になりますが、うん、あのぬこさんごきげんよう。ぬこさんはご自身が ISTP というご自覚なのか、うん、耳が痛いと、うんうんうん、訓練の賜物でそういうのはやるが、うん、内心は苦手ってやりたくねえっていう話なんですかね。まあ、なんか目の前に来たことをとにかくブワーってやるのが得意みたいな。だけど計画的になんかあそこに向かって努力するのが、努力というか目標に向かって進むのが苦手みたいな感じじゃないですか。そこでしょうね、うんうん、やるよと。やるよやるけどね好きじゃないよって話なんですよね、うんうん。だってもう違うことが起こってんだもん、ここで。もう目の前だから本当にこう来たものをどん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 処理していくのは得意。なるほど、うん、確かにスケジュール立てますもんね、うん、スケジュール立てて、うん、僕はやっぱりスケジュール通りにやりたいんですよ、うんうんうん、あ、もし、むしろスケジュールを前倒ししたいんですね、うん、僕はスケジュールは臨機応変ですけどね、はい、僕は前倒ししたいんですよ、うん、安心したいんですよ、うんうん、でむしろなんかこの先に出して褒められたいんですよ。僕はこうスケジュールでもそれ分かんないじゃんいや、まあ、次どんな波来るか分かんない。違うんですよ基本仕事は、うん、あれですよ、コーチ拙速ですよ。コーチ拙速とは、コーチ拙速とは要は、はい、遅くてうまいよりも、うんうん、早くてつたないの方が話は早いんですよ、うん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 、まあ、パパって出して、うん、これこれこれって決めてから、うん、じゃあ決めたものを進めた方が早いよねと思ってるので、うん、なんかじっくり作ったやつ出されて違うって終わるとリカバリーできなくなるじゃないですか、うん、リカバリー時間も取っときたいんですよ、うん、見越しときたい。まあ僕もまあやってることは一緒かもしれないああ、うん、なるほど、気持ちが違うだけ、まあ、とりあえず出しとけ。どうなるか分からないけどとりあえず出しとけ。そう、僕もどうなるか分からんけどとりあえず3つ出しましたと、うんうんうん、どれか決めてと、うん、でその後はこういろいろな流れがあるから、もうここで完全に決められないからとりあえず出しとけみたいな。一緒かもしれない気持ち、あの気持ちがちょっと違うだけ、ね、違うかもしれないけど、はい、あ、ぬこさんね、うん、ESTP もちょっとわかるかと、うん、でルールは合理的であれば従うが、事務手続きは合理的でないものが多いので守りたいとは思わないと、うんうん、なるほど、効率的な実務家ですね。多分そうです。例えば NT とかだと、はい、もっと効率的なものがあるかもしれないとか言い出すわけじゃないですか。ちょっと今ごめんなさい、 S がどうしても S が出るんでね、はいはい、でもまあ多分 ST の人も STP の人も、はい、多分同じ、もうそれよりこれやろうよってなるほどなるほど、なる今日の優先ですね、うん、あとはあれですね、あのコミュニケーションに気をつけてですね、はいはいはい、うん、あの傷つく人いるよとうん、まあお互い様ですけどねじゃあ彼らは多分傷つかないですよ。いや、よく怒られますもん。怒らせるじゃないですか、あ我々だからお互い様なんですよきっと。なるほど、はい、悪気はないんですもんね。そうそうそう、僕も こちらに悪気がないように、はいはい、じゃあ仲良くやりましょう、はいはい、ではそんなISTP さんの、うん、向いてる仕事で一番先に来るのが、あ、これなんですね。セールス、サービス、
活動とありますね、うんうんうん、ISTP 型は体を動かす活動的な仕事を好み、うん、厳しい管理や規則に縛られたくないと思っていると、うんうん、衝動をうまく抑えることができるし臨機応変に状況に対処し楽しむことができると、うん、一人で働くのも好きだが必要とあればチームの一員として貢献すると、メカにも強く機械や道具の特別な扱い方を習得するのも早く、アウトドアで体を動かすのも向いてるとあって、うん、ああなるほど、こういうタイプですね。警察官とか、うんうんうん、レーシングドライバーパイロット、うんうんうん、消防士とか、うん、測量士とか私立探偵刑事、うんうん、あとはまあ運動系のコーチ写真家とかが書いてあります、うん、なるほどですね、うん、目の前の感じがしますね。 ああいう一人で、うんうん、しかも若干危険を顧みないようなところでも、うん、その、うん、勇敢に立ち向かえるというか、うん、しその場で解決しないといけないじゃないですか。ちょっと持ち帰って考えますとか言ってられない。そう、本当にあの、はい、まあ、私でこの中で今接するのは、うん、カメラマンとはよく仕事するんですけど、はいはいはい、いやカメラって要は、うん、映っ、なんていうんだろう、はい、一瞬を切り取るものなので、はい、これまた何て言うんだろう、怖い仕事ですよね本当に。そうで光の加減とかで全然違ったりするじゃないですか。全然違いますからね、はい、で私は、うん、あのたまにカメラマンがいない時とか、うんうん、撮っといてで撮ることがあるんですけど、うんうん、まあひどい。わかります。僕だからもうひたすらとにかく数やつば1枚ぐらいなんか、あ、もう奇跡の1枚ですね、はい、あるだろうぐらいの感じですよ、ね、奇跡の1枚とあとはもうフォトショップですよ。フォトショップです。フォトショップの合成技術でっていう、うん、なるほど。ではその2つ目で来るものとしてはテクノロジーというのが来ますね。 ISTP は物事の作用や構造に興味を持つのでテクノロジーの分野に惹かれると。観察力があり重要な事実や詳細を記憶し活用する能力があるため機械を扱う分野でも活用する。手先を使って働くのが好きで常に五感から情報が入ってくる環境で働きたいと思っていると、うんうん、五感を経由して入手した事実を根拠に論理的な分析をするのが得意だと、うん、でエンジニアとか電子工学の専門家とか、うん、システムアドミニストレーター、うんうん、コンピュータープログラマーとか、うん、ネットワークシステムとかを扱うような人とか情報処理の人とか、はいはい、そういった分野ですね。あとはソフトウェアの開発とか、うん、というのが書いてあります。なるほど。やっぱりこの論理的、隊長ってやってましたよね、そういうエンジニアって。やってました。隊長 T でしたっけ。 T の人。はい、なるほど。多分ネットワークエンジニアとかでしたよ。なるほど。やっぱりこの、はい、僕みたいなタイプはあまりいない。あまりいないですよ。みんなパソコン向かってやってるのが好きな人、まあ、僕がいた職場は。なるほど、うん、これなんかペラペラ話しかけてくる。あ、まあそういう人もいなくはないけど、あ、でも二等兵みたいなタイプはいなかった感じはします。 F はいないんですね。うん、あ、まなんかマウント取ってくる人はいましたけどね。僕はマウント取りませんが。取りません。あ、だから二等兵みたいなタイプはいない。よく喋るけど、こうマウント取ってくるような。マウント目的ですね。マウント目的でよく喋るような人はいましたけど。なるほど、すいません。で次に来るのが健康医療、はい、自分の技術を駆使するのが好きなので健康医療の分野は ISTP に向いていると、うん、どの仕事も正確な技術と忍耐力が求められる。そして診断に利用する機器類を維持し操作する集中力も求められるとあって、臨床検査技師とか、はいはい、救急救命士とか、うんうん、まあ歯科衛生士とか、あとは救急救命室の医師みたいなことが書いてあります。で次に出てくるのがビジネス金融とあって、はい、膨大なデータを整理し要点をまとめることができる。経済状況を
的確に把握し、急な変化にもすぐ対応すると、うん、実践的で正確、数字に強い ISTP はビジネスや金融の分野でも楽しんで働けると、うん、楽しいんですね、うん、しかし働く環境が非常に重要であり、ある程度まで個人の自由と柔軟性が認められるところが良いとありますね、うんうんうん、なのでまあ証券アナリストとか、うん、いやもう儲けりゃいいと、うんうんうん、オフィスマネージャーとか銀行はどうなんでしょうね、部署によるんでしょうね、うんうん、あとは経済学者とか、技師みたいなことが書いてあります、うん、なるほど。なんか ISTP の人は、はい、この内向型の中でも、うん、ちょっと分かりやすい感じがしますね、うんうんうん、アルデンテな感じがしますまあちょっとなんか人と接したりするのも苦手そうではない。そうです、うん、はい、全然体を使って。そうですね、うん、はい、で話しかけても、うん、会話、あ、でもまあ冗談を言い合ったりみたいな、まあ、先ほどの短所のところにもありましたが、うんうんうん、その上辺ごと、はいはいはい、いや今日はいい天気ですねみたいな、うんうんうん、今日舞い上がれ見ましたみたいな、うん、そういう感じではないんでしょうねそんな感じではなさそうですね、説明聞くと、はい、そうですね、それなんか役に立ちますとかいそうじゃないですか今日の舞い上がれは全然吉川コーチとのことを語らせようと思えばもう1時間ぐらい喋れますけどね、うん、でそれなんか役に立ちますとかいそうじゃないですか。吉川コーチはカラオケでどれだけ役に立つかですねカラオケが役に立つかって話ですもんね。モテますよ、うん、コンパで、うん、薄い、薄っぺらい、うん、響かなさそうじゃないですか。確かにそうですね、うん、うーんって終わりそうじゃないですか。あ、そんな ISTP を聞いてらっしゃるんでした、はい、申し訳ございません。